はい、こんにちは、こんばんは、たかです。ここ最近はドル高、もしくは円安トレンドがこう強く出ていたと思うんですね。なので、まあ、ドル相撲、クロス円もいい動きをしていたと思うんですけども、ただ昨日の相場なんですけども、円がすごく強かったんですね。これでまあ円の方が調整局面に入ってきたということになってくるかもしれないわけで、調整入ってくるとこれはクロス円、まあ、中心に少し難しい動きにもなってきそうです。一方でドルに関してなんですけども、これはまだしっかりトレンドが出てますからね。となってくると、まあ今日はこのドルを中心に見ていくのがいいのかなと。クロス円は調整の動きを強く意識、ドルスはまだこのトレンドをしっかり見ていくと。こういった環境を踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、時間足に冷え性が重ねています。このユーロなんですけども、まあ、昨日の動画でも触れましたけどね、昨日ユーロ強かったんですね。結果ユーロドルだけがこうサポート割っていなかったので、まあ、これがどうなのかなと思っていたんですけども、昨日これ割ってきましたね。であればまあ一昨日割ったらいいのになと思うわけですけども、まあこれが相場ですかね。強い上昇に対して、まあ、これで押し目買いの失敗という形が見えてきたかなと思います。まあ、高値からの売りのトレンド、まあ、これをメインに考えていくような流れになってきたかなというふうに思いますね。今日も冷やし安値更新を意識ということになってきます。まあ、つまりこれってドルが強いんですね。まあ、昨日もこうユーロに売りが入っているわけではなくてね、あくまでこうドルに買いが入っているからこそまあ売りが入ったということになるわけですけども、ただまあ昨日の動きで安でも終わってきましたんでね、するとまあ波の起点までの下落はこれ見えてくることになります。これが 1.08 の真ん中あたり、ですから現在まだ 1.09 台ですからね、下げ打ちも十分あるということで、まあ目線はショートになってきますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てもサポートを 1.09 の真ん中あたりにあったこのサポートを割り込んだことで、まあ、売りのトレンドがこれで見えてしまったことになります。このあたりをレンジと見ていてもよかったと思いますけどね、まあ、どっちにしろもサポート割れていますから、メインシナリオはこの赤い下落トレンド、仮にこう戻りが入ってくる場面があったとしてもまずは戻り売りも、見たいところですね。ただ、おとといですか、かなりこう、ユーロの方に強い買いが入ったんですけども、昨日も決してこう、売りが入ったわけではなかったですからね。ユーロ自体はそんなにこう、弱さを感じているわけではないですから。まあ、売っていくんならば、そのあたりも含めて考えないといけないですね。まあ、ユーロにはあまりこう、期待はできないということにもなってきますから。まあ、すると今のこの相場で、まあ、無理をしてこう、やっていくような相場でもないのかもですね。事実を見ていけばサポートは割れていますから、まあ、目線はショートになってきたかなと思いますけども、まあ、ドル次第というところも強いかなと思いますから、まあ、そこは慎重な判断必要かなと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、地時間足に冷え性を重ねています。ここ最近のクロス円、まあ、すごくこう強い流れもあったんですけども、まあ、昨日で一旦流れが止まりました。これユーロ円だけではなくて、まあ、クロス円全体的にまあこういった環境なんですけども、ただこれで見えてきた景色があるんですね。まずは158円、まあ、貯金の高値になりますけども、これ抜けなかったですね。下のサポートは見えたわけですけども、まあ、上の抵抗も抜けなかったわけですから、結局今の相場ってやっぱりレンジ相場なんですね。すると今のこの現在地、やっぱり高値圏かなと思いますからね。まあ流れも止まったわけですから、もうロングはちょっとしんどいかなとは思います。まあ、では売りを見ていくのかと、それも悪くないんですけども、ただこの前には強いトレンドがありましたからね、これだけの強いトレンドです。下がれば買いが入ってくる流れも当然これありますからね、すんなりこう波の反転が起こるわけでもないというところも抑えておきたいですね。つまりまあ売りを見る人もいれば、買いを見る人もいると、流れも止まったわけですから、まあ調整レンジ、小さな調整レンジを今日は見ていくということになってくるかなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。158円の高値、これ抜けなかったですね。この壁を前にして一旦足場を作ってきたということになります。昨日、おとといあたりの値動きを見ていると、高値安値も見えてきたんではないですかね。高値が157円の真ん中あたり、安値が156円の前半あたり。そして今のこの現在地はそのレンジの真ん中です。ただこれも冷やしトレンドが出ていたりしてるんであればね、まあ、気にせず買っていくというのもありだと思いますけども、冷やしも昨日一旦流れが止まりましたから、まあ、調整の動きを強く意識ですよね。するとまあ昨日まではこう締め買いもしっかり狙っていきたかった相場だったと思いますけどね、これもなかなかまあ難しくなってきてしまったかなと。買いが入ったり売りが入ったりという、まあ、少し難しそうな動きに付き合わないといけないターンに入ってきたかなと思いますから、まあ、これを無理にトレードしていくかどうかというところになります。まあ、ドル相の通貨と比べるとも流れが全く見えてこないというところにもなってきますから、まあ、レンジが好きなんであればね、こういったのを見ていくのもありだと思いますけども、トレンドが好きな方はもう一旦様子見でもいいのかなと思いますね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷え性を重ねています。これもすでにサポート終わってます。売りのトレンドもはっきり見えてますね。
この外にはまあ大きな上昇トレンド、押し目買いという流れもあったと思いますけどね、このあたりのサポート終わったことで押し目買いの失敗の形も見えてます。するとまあ波の起点までの下落というのはもうこれは強く意識して見ていくことにもなっておきそうです。現在まだ 1.27 台と、この波の起点 1.26 ですからね、そういった意味では下げ余地も十分あります。今日も引き続き安値更新を意識して目線はショートということになってきますね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ていくともそんなにこう難しい景色見えてこないんですね。売りのトレンドが見えていますから、戻れば売り、これを強く意識していけばいいかなと。波の起点が 1.28 あたりになってますから、まあ、このあたりを抜けてくるとまあいろいろ考えることは出てくるかなと思いますけども、ただ現在地から見ていくとまだ距離もありますからね、今はそこまで考えなくてもいいのかなと。ただ波の起点がだいぶ遠いですからね、壁をバックに売りたい、ということはもうその壁を探していかないといけないわけで、今日やるべきことはもうこの壁探しということになってくるかなと思います。当然まあこの壁見えてくれば、まあ、ショートは意識したいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円1時間足に冷やしを重ねています。ここ最近まあポンド円もかなりこう強い上げがありましたけども、まあ、昨日で一服ですね。そしてまあこの環境で見えてきたこと、184円、直近の高値抜くことができませんでした。まあ、強いんであれば抜けて欲しかったところですけどもね、そこまでの動きにはならなかったですね。下のサポートも、変わらずこれは見えてますから、まあ、これで結局レンジの継続ですね。するとまあこの強い流れに対しての押し目買いというのは入ってくるかと思いますけども、ただここ大きなレンジと見ていけば高値圏ですから、高値からの売り、これを意識する人も出てきそうですね。こういった買いと売り、これ両方見えてくるとレンジにもなりやすいですからね、高値圏での足場作りというのをこう意識していくことになるかなと思います。まあこれはポンネだけではないんですけどね、黒線の調整局面という形がもうはっきり見えてきましたんでね、意識していくのはレンジ相場かなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。この上には強い抵抗があるわけで、その前には強いトレンドあったんですけどね、流れが止まって調整局面、まあ、壁を前にして流れが止まったということになりますから、まあ、足場はすごく作りやすくなってしまったんじゃないかなと思います。押し目買いを見てくる人、高値圏からの売りを見てくる人、まあ、両方の勢力のまあ攻防が出てきやすくなるかなと思いますから、まあ、レンジを意識ですかね。トレードをしていこうと思えば、まあ、レンジを意識している場合も、これ高安を把握しないと、これトレードにならないと思いますからね。特にこの下のサポート探しが、まあ、今は大事になってくるかなと思います。本来も他の黒線と同様に、まずは調整レンジというのをこう強く意識して見ていこうかと思います。となってくると、まあ、最初にやるべきは、高値安値の把握ということになっておきそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。5ドルの政策金利の発表以降、5ドルちょっとこう売りが止まらないですね。大きな売りが続いています。結果サポートもついに割り込んでしまいました。まあ、ログ勢にとってはもうかなり苦しい状況ということになりますね。ただまあ一点気になるのが、まあこの貯金安値、こういったところってやっぱり抵抗すごく出てきやすい場所だと思います。ただ今回もあっさり抜けてるんですね。それだけ売りが強いということになりますけども、この動きが一旦止まってきた場合、このあたりは試しに来る動きはこれですごく出てきやすくなりますから、ショートで見ていきたい場面だと思いますけどね。売っていくんならこの戻りには付き合わないようにしたいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。上位足の環境からも、まあ、決着はついていると思います。まあ、売りトレンドですね。短期足見ても下落トレンド見えてますから、まずはこの動きにしっかりついていくことを考えたいですけども、上位足の環境からもこの戻りには備えていきたいですね。まあ、相場としてもだいぶ突っ込んだ環境になっていますから、まだ流れも止まってないですから、こうどんどん下がってくる場面はあるかもしれませんけども、この位置から新規で売っていくのかどうかというのは、まあ、少し慎重になってもいいのかなと思います。まあ、流れに乗ろうと思えばもう売るしかないんですけどね、この調整の戻りにも備えないといけないわけですから、これもどっちを取るかですね。売りの流れをこう強く意識していくんであれば、この戻り、これに対してのリスクは取らないといけないわけですね。このリスクを取りたくないというんであれば、今は様子見かなと。まあ、買っていくにはもうチャートはすごく弱いですからね。買いを見るかどうかはもうこれは意見分かれるところだと思いますけども、売りを見ていくんであれば、そのあたり、少し慎重な判断をしてもいいのかなと思います。僕はもう売りは見たいところなんですけども、ちょっと今の場所、流れが悪いかなと思いますからね。まずはこう戻りをね、じっくり待っていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円も昨日かなり大きな売りになりました。5ドルが弱かったのもありましたけども、円の方がこう調整で買い戻しが出てしまいましたんでね、強弱の差がついてしまった格好になりますね。ただ大きな売りは確かに出たんですけども、サポート割れたかというとそういうわけではないんですね。まあ、あくまでこう高安の中の動きになってきますんで、
環境の方を変えるような大きな売りだったかというと、まあそういうわけではないということですね。つまりもこのレンジを今日も継続して見ていくことになりますし、現在地は安値圏ですね。まあ豪ドルすごく弱いわけですけども、この位置から売るんですかということにもなってはしまいます。これもちょっと本当場所が悪いですね。買っていくにはもう豪ドルがあまりにも弱すぎますから、ロングはもうちょっと難しいかなと、ショートしていく場所を探りたいところですけども、ただ安値圏、これも割れていればいいんですけどね、まだ割れてもいないですから、このあたりの難しさというのがあるんじゃないかなと思います。買うには少し相場が弱いと、売るには安値圏すぎると、まあ、様子見ということになってくるんじゃないですかね。はい、ということで、まずは黒線ですけども、ここ最近のこの強い流れ、昨日で一旦止まりました。この結果高値抜けていればよかったんですけども、まだ抜けてないんですね。抜けてないところで流れが止まって、まあ上値が重くなってきたと、調整局面もこれは見ていくことになるかなと思います。買いが入ったり売りが入ったり、調整レンジを意識していくことになりますから、トレードをしていこうと思えば高値安値の把握ですね、これをまずは最初にやっていくことになります。はい、一方でこのドルストレートの通貨、ドルがまだまだこう強い流れが出てますから、ドル高を見ていくんであればこれはもうショートを見ていくということになってくるわけですけども、チャートの方を見ていくとサポート割れていますからね、まあ、すごく売りやすい流れだと思います。意識したいのは当然これ安値更新ということになってくるかと思いますし、目標もある程度見えてますからね、例えばユーロドルであれば直近の安値 1.08 の真ん中あたり、このあたりまでを目指した下落というのはこれ見えてきますから、まだ下げ打ちもありますからね、ショートしていくのは面白いと思います。はい、こちらポンドドルですけども、このポンドに関してはね、波の起点までの下落、これ見ていきますよね。売りのトレンドも見えています、まあ今日も安値更新はこれしっかり見たいところですね。はい、そしてまあ一番弱いのがこの豪ドルになります。サポートも割ってきてますから、まあ当然これも安値更新は見たいところなんですけども、ただ直近のですね、このあたりの抵抗というのが全くないのが少し気になるところ、少し売られすぎ感がまあ確かにありますんでね、まあこれをリバウンドで見る必要はないにしても、少しまあショートは気をつけてもいいのかなと思います。まあ、円の方がこう調整局面入ってきてしまいましたんでね、軸として見ていきたいのはまあドルの強さというところになりますかね。今夜は夜の20時に、BOE、イギリスの政策金利の発表があります。ポンドの方はこれで少し動いてくるかと思いますから、夜に、ポジションを持つ場合は十分注意はしていただければと思います。今回は以上になります。ドル円やドルデックス、株式については別動画になっていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。